2020年11月末日にアメリカ海軍は、同年7月に発生した火災事故によって、今後の動向が注視されていた強襲揚陸艦ボノム・リシャールを正式に退役処分とすることを決定したよ。やはり退役に決定したんだね。アメリカの損失は凄まじいものだと思うよ。事故で大事な揚陸艦を失うなんて、低体ダメージだよね。さて今回は、ボノム・リシャールが火災事故により廃棄退役処分が確定したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。強襲揚陸艦ボノム・リシャールの火災事故は、同艦の定期メンテナンスと短距離離陸垂直着陸が可能な、新型機 F-35 ライトニング2戦闘機 B 型の運用に向けた改修工事中に起こったんだって。アメリカ海軍当局は事故後に容疑者として強襲揚陸艦ボノム・リシャールの乗組員を拘束。未だ取り調べ中と見られているが現状この人物によって故意に引き起こされた人為的なものと思われるよ。この強襲揚陸艦ボノム・リシャールの件に続き、ワスプ級強襲揚陸艦のキアサージ、ジェラルド・フォード級航空母艦のジョン・F・ケネディでも火災事故が起きており関連性も疑われているみたい。ただこれらの中でも強襲揚陸艦ボノム・リシャールが被った被害は甚大であり、沈下まで4日間以上にわたって延焼した船体は全体の6割以上に及ぶダメージを受けた状態だったというらしい。アメリカ海軍としては強襲揚陸艦ボノム・リシャールの火災事故発生から4ヶ月の間に、今後の同艦の処遇について検討を進めた結果、今回の廃棄退役処分との結論に至ったものだとなっているよ。ここまで以後の対応としては1強襲揚陸艦として原状回復をする、2他の用途の艦艇として回収をする、3廃棄退役処分とすることの3点が検討されたが、結論としては3に行き着いたんだって。その3の廃棄退役に行き着いた理由は何だったの？その理由としてまず1の強襲揚陸艦として原状回復をする場合には、回収に必要なコストはおよそ2600億円から3300億円とされ、さらに少なくとも5年以上の期間を要すると見積もられたんだよ。これが採用されなかったのは、ボノム・リシャールに値する強襲揚陸艦を新たに建造する場合でも、そのコストはおよそ1600億円前後であり、回収に必要なコストの約半分以下なためだったとなっているよ。2の他の用途の艦艇として回収をするという案が却下されたのも同様の理由であり、強襲揚陸艦ほど複雑ではない艦艇に回収する場合でもおよそ1100億円前後は必要になり新造の方が安価と判断されたんだよ。ここでの他の用途の艦艇とは具体的には病院船、潜水母艦、補給艦等々が想定されたと思われるが、いずれにせよボノム・リシャールの回収より安価で新造することが可能だとみなされたらしいな。結果最終的に3の廃棄退役処分とすることが選択された形だけど、無論この場合も解体コストが発生するものの、こちらは約32億円程度と回収を施すことを考えれば2桁以上安上がりと言えるみたいだよ。なるほどね。2桁以上安上がりになるなら3の廃棄退役処分とした方がコスト的にも良さそうだもんね。また今回の判断にはボノム・リシャールに実施中であった F-35 ライトニング2戦闘機 B 型の運用に向けた回収費用約270億円の費用投入も考慮された末の苦渋の選択だったことが伺えるな。これは投資の分野などでもポイントの一つとなるいわゆるサンクコストの問題であり、ボノム・リシャール自体の約1600億円、回収費用約270億円の合計約1870億円を諦めることを意味しているんだよ。こうしたサンクコストという観点から見た場合、結局は先の合計約1870億円に解体費用の約32億円を足した、約1900億円の価値をアメリカ海軍は逸失してしまったということになるだろうな。現在までのところではボノム・リシャールの廃棄退役処分決定を受けての、直接の代替艦の調達は要求されていない状態だがけど、それが確定事項はどうかは今後の続報を待つほかないよね。ボノム・リシャールの廃棄退役処分が決定したことの影響は、ここで挙げたコスト面以外にも最新鋭機の F-35 ライトニング2戦闘機 B 型の、搭載予定艦艇が減少するという戦力的な意味合いも大きいだろうとなっているよ。
西側諸国の第5世代戦闘機の需要の大半を独占しつつある状態の F-35 ライトニング2戦闘機ではあるが、実はこれも通常滑走路を使用する A 型が中心の状態で B 型は逆に予定数を減らしているとも言えるな。最も調達規模が大きかったアメリカ海兵隊は当初の予定から130機余りを減少させており、それに次ぐ規模のイギリス空軍でも138機の調達予定が守られるのか微妙な状態に陥っているようだぜ。日本の航空自衛隊は航空母艦化改修を行う護衛艦出雲加賀の艦載用に、42機の B 型の調達を進めているけど、アメリカとイギリスの調達数が下がれば機体単価が上昇する恐れもあるみたいだよ。航空自衛隊の42機という数は護衛艦出雲加賀への艦載機として予備機を考えても必須と思われるので、機体単価上昇に伴う調達数減少に日本も見舞われないかと危惧してしまうよな。ボノムリシャールの火災事故の余波が、こうした日本の航空自衛隊の F-35 ライトニング2戦闘機 B 型の調達にも悪影響を与えないかどうか今後の続報に注目したいね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。